日本関東地方群馬県北瀬田郡、群馬県北瀬田郡の範囲北瀬田郡は群馬県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は現在の行政区画ではむね以下の区域に相当する。国軍里星から近世まで概ね継承された郡である瀬田郡の内赤木散歩黒の地域が 明治11年の軍区町村編成法志行に際して分割されてできた。軍政志向では全国的に軍が大きく再編されているが、この時北接するトネ軍に統合され、北瀬田軍という軍は廃止された。結果的には北瀬田軍の領域が瀬田軍からトネ軍に所属外となるような境界変更がなされたことになる。北瀬田軍は分割時の町村数にして、 元の瀬田軍の約8%に過ぎない小部分である上、当初から利根軍と合わせて一つの軍役場の管轄とされている。この事実は当時の行政担当者が北瀬田軍の領域は名目上は瀬田軍であるが運営上の都合としては利根軍の一部として取り扱うべきと認識していたことを意味する。軍政志向に際しての再編は この認識に名目を整合させたものと考えられる。以上の事実は、名目上の軍と地域区分の実態との間に、明治以前から祖語が生じていた可能性を示唆する。21、黒穂村22、糸の瀬村23、赤木根村。ありがとうございます。